さあ今日も双葉書道会のマス目押しを使って立てる、まずはペン字で解説します。作りの中で最も左右に長く見せたい線はこの横線です。その線を長く見せたいはずなのに、それ以外の横線などが長くなってしまうと間延びしてしまいます。次に文字全体として右方向に長く見せたいのはこの最終角です。このブルーを長く見せたいはずなのに、この横線が長くなりすぎてしまったり、このニョロニョロを幅広く描いてしまったり、辺と作りの間が広くなると右に長く見えないんですね。正しい例を書きます。この横線は短いです。この横線だけが長いんですね。長い横線以外は短くすると覚えておきます。辺と作りの間は狭くし、このニョロニョロ部分は幅を狭くします。上の方から右下に下ろし、この線を最も右に長くしていきます。この右払いと作りのここの部分に差を作りましょう。作りのお尻の部分とこの三角目がひっつくと格好がつきやすいです。続いて筆ペンで解説します。基本的には横線を細く、そして縦線を太くしていきます。横線細くするだけでだいぶスマートですよね。横線は細く、縦線は太くです。そしてここも太くですね。右払いは最初の方は細くて徐々に太くします。そしてここでストップし、右方向に短く払います。続いて大筆で解説します。おさらいですね。この横線は細く短くします。縦線は太くです。この横線だけが左右に長いんですね。それ以外の線は細く短くします。横線は細く、縦線は太くなんですが、ここは直線で、ここの曲がった後は曲線で書くと格好がつきやすいです。右払いは最初細く徐々に太くするんですが、ちょっとこの縦線の最終角にお尻をひっつけてからここまで伸ばします。で、一番太くなるところってちょうどこの横線の一番長くなるところの真下です。その後短めに右に払っていきましょう。続いて行書です。行書は横線の斜め上がりがバラバラになるし、下の方の横線に行くにつれてその斜め上がりが激しく上に上がります。そして最終角のあたり、尖りすぎないように少し丸みを持って書いていきましょう。横線は細く、でも曲がり角は丸くなるんですね。会社に比べると全体的に曲線的に見えます。右払いの先っちょも尖りすぎないように少し丸めてあげます。で、楷書と行書の違いは呼吸の違いもあるんですね。形は崩れたとしても、ご覧の通り曲がり角や終わりの部分で止まってしまうと、ちょっと硬い印象に見えてしまいますよね。なので正しくは、曲がり角や収筆止めの部分で止まらずに、ぬる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 動かしていくのが行書の特徴なんですね。楷書に比べると曲がり角であったり止めの部分で止まらないので、結果的に書き上がるスピードがご覧の通り速くなるんですね。ここまでが美文字です。ここからはお遊びです。立てるってどうしてもこう建物のイメージがあると思うんですが、できるだけ角っぽくすると建物感が出ると思うんですね。そこで入室部分や曲がり角部分をできるだけ四角くしていきたいと思います。筆持ち上げてできるだけこの部分角にしていきます。もちろん入室だけじゃなくて止めの部分も切るように止めることによって、ちょっと建物感というか直線感を演出していきます。この辺りもできるだけ角を作って、あまり曲線を使わないようにしていきます。右払いも少しストレート気味にすると硬い印象になりそうですね。先ほどの行書と比べても、起筆とか転接部分が角っぽいだけで真面目な印象を与えますよね。でも建物って真面目なだけじゃなくて、エキセントリックな建物もあったりしますよね。ちょっとね、崩すということをやっていきます。行書のように横線の斜め上がりをバラバラにしたり、この余白に均等感を作らずに粗密、余白に違いをつけます。そしてこの最終角などを斜めに傾けてあげたり、ちょっとこっちちっちゃくして、今度はこっち左側に傾けたりします。このようにするとエキセントリックな感じを印象付けることができますよね。文字は美しく書くだけじゃなくて、崩すという感覚もあるんですね。力強くするには、横線の斜め上がりを強くしたり、できるだけ線と線の間にあるこの白の余白を狭くしていきます。線の間、余白狭くすると真っ黒になる。で、辺と作りの間も重ねるようにして書いた後に、この右払いを右に長くすると、より男性的で力強い印象になりますよね。さあ、お遊びも以上です。ありがとうございました。
さあいかがだったでしょうか。立てるですね、まあ、いろんな書き方があるんですが、まあ、シンプルに誰が見ても美しく書くっていうことも面白いし、アート的に書くのも面白いし、いろんな個性的な字を研究するのも面白いんですよね。ただ私が運営している双葉書道会においては、まあ、できる限り初心者の方向けにお手本を作っているんですね。私が知る限りでは最も初心者向きなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、小さい時に書道をしていなかったとしても十分大人からでも上達できるということもあります。私の生徒さんでは60歳から始めて、そしてその後67歳とか68歳で書道教室を開いた方もいらっしゃるほどなんですね。まあ、例えば音楽やスポーツだと大人からで始めるとさすがに難しかったりするんですが、書道のいいところはずっと書道やっていなくても途中から始めても十分上達できるというところがいいんですよね。まあ、ぜひ書道ちょっと苦手だなと思っている方も始めてみてはいかがでしょうか。まあ、始め方っていろいろあるのでぜひ概要欄をご覧ください。改めましてチャンネル登録をお願いしています。2000文字の常用漢字をペン字筆ペン大筆楷書行書アートで解説しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。以上です。ありがとうございました。